1万円を皆さんにプレゼントしたいと思います。ほら、あれ行きましたよ。あれ来た来た。マリックが来た。皆さんご存知でしょうか。今日の新聞に、月の土地が、国連が売り出したいの知ってます。経済が今不況で困ったようでして、ついにね土地を売るということが今日載ってました。新聞を見て、欲しい方は買ってください。あ、嘘です。今日は嘘、エイプリルフールの日でございます。今のは実はエイプリルフールの最初にマスコミがついた嘘なんですよ。ここからエイプリルフールが始まりました。ヨーロッパで初めてあのストレスが溜まった人がいるということで、マスコミの新聞社が最初に見出して入りましたからね。エイプリルフールっていうのはストレスが溜まった人、不満を吐き出すために生まれたようでございます。で、ある一説には原点はノアの箱舟だそうです。なぜエイプリルフールかっていうのはこれ見てください。これ卵みたいですが、これがテーブルに置きますよ。見てください。ハンドパワーを込めると動き始めてますよ。来てます、来てます。あ、来た。なんで、なんかちょっと出ましたね。何か鳩になりましたね。可愛いですね。実はノアの箱舟の話の中に、大洪水の日に船で逃げて、一応洪水が落ち着いた頃に大陸があるかどうかちょっと探してこいって言って、鳩に嘘をついて探させに行ったっていうのは始まりだそうです。最初に騙されたのは鳩だそうでございます。今日は嘘をついてもいい日でございますからね。今日はね、いい嘘を一つお教えしましょう。タバコを吸ってる方にタバコを借ります。タバコ一本、この辺にカメラに見えるところで、はい、タバコっていうのは曲げても切れないってこと知ってます。こうパキッとここまで行ってもタバコは折れないんです。嘘だと思うんでしたらやっていただきましょうか。どうぞ。はい、ぐーっと曲げてゆっくりで、ゆっくりですよ。ぎゅっていくと、ほら切れた。もって嘘でございます。一方で、ね、損しましたね。同じことやってくださいね。今度は切れませんから。今度はお札を1枚用意します。お札を用意してタバコをこのように巻いていきます。お札にしっかりと巻いていきます。巻いただけですね。見えます、見えます。タバコ見えてますね、タバコ見えてますね。じゃあこれ持って、今と同じこと、こっちとこっちとこっち持って、まあ紙巻いただけですから同じことやっても絶対にパキッといきます。わかりますね。パキッといく、いきますよね。いきます、いきます。じゃあ先ほどこの角度で切れましたから、さあ今度は、はい、どうでしょうか。ゆっくりいきますよ。真ん中からギューッと曲げていってください。あ、折れる折れる。もっともっともっと完璧に、完璧にくっつけてください。あ、切れましたね今。はい、完全にギュッとくっつけちゃった。あ、完璧ですね。そこまでやったら、そこまで曲げたらもうダメでしょうね。ダメですか。はい、嘘から出た誠っていうことはありますね。ちょっと開けてください。じゃあゆっくりいいですか。ゆっくりですよ。どうでしょうか。おえ、切れてない。ちょっと見せてください。ほら、傷もついてません。マジックってのは本当に嘘をついたと思わせて本当に起きるっていうね、その意外性がマジックの面白さでございます。では最後に1万円を皆さんにプレゼントしたいと思います。はい、もうね、毎回ね、マリックが来たを見ていただきました。お礼にこの1万円、本物でございます。あなたの目の前にこれが飛んできますから、まず封筒の中に入れますよ。見ててくださいね。火をつけます。
きますよ。ほら、行きましたよ、行きましたよ。今服着てる方は右のポケットの中探してください。右です。ありました。嘘です、嘘です、嘘です。今日はエイプリルフールでございました。また明日お会いしましょう、はい、さよなら。ハンドパワー。嘘でございます。なんでこれがいい。いやいや、ちょいちょいちょい。